今でもあの炎を覚えてる。残り火が冷たい風の中で揺れ、薪が怪人の雨を浴びても、あの炎は消えることがなかった。夜の帳が落ちた時、炎は太陽や無数の星となり、暖かく見守ってくれた。今、荒唐無稽な舞台で人形たちは幕を下ろし、太陽と星の光を隠そうとしてる。今度は私があの炎になる番だ。CN の律者は炎タイプのアタッカー。戦い方は地上と空中の2種類がある。必殺技ボタンで切り上げ攻撃をし、空中に移行する。空中で再度タップすると落下攻撃を発動して地上に戻る。戦闘開始時にシールドを獲得する。 HP 回復効果の大半はシールド値に転換される。シールドが存在するとき、全ダメージがアップする。通常形態中、地上と空中での通常攻撃は炎ダメージを与える。深淵の律者の初期熱量値はゼロ。ゼロの時、攻撃ボタン長押しで分岐攻撃を発動すると熱量が上昇する。熱量は時間経過とともに下がり、ゼロになると再び分岐攻撃を発動できる。通常形態中の分岐攻撃は炎ダメージを与え、律者形態に入る。律者形態中、 HP を消費する代わりに攻撃が変化し、同時に空中行動が可能になる。通常攻撃のダメージがアップし、分岐攻撃では高い炎ダメージを与え、さらに空中で発動すれば敵を引き寄せる。律者形態終了後はオーバーヒートし、時間経過とともに熱量が下がる。深淵の律者は極限回避スキルを自ら発動でき、全時空断裂を発生させる。律者形態中は空中で何度でも回避ができ、回避後は通常攻撃3撃目を直接発動できる。敵が燃焼・浮遊状態になると QTE を発動でき、炎ダメージを与えて EP を回復する。敵が一定時間内にチーム内の異なる2名の分岐・チャージ攻撃・武器スキルを受けると、同じく QTE を発動でき、チーム全員の炎ダメージをアップする。私は夜空を燃やし尽くし、光を彼方へと届ける。見てくれてるよね。必殺技ボタン長押しで体験を振り回し、渾身の一撃で敵を怪人にし、高威力の炎ダメージを与える。律者形態中に発動すると、発動後に律者形態が終了する。 EP をため、メンバーがサポートスキルを発動後、出場して律者形態に入る。通常攻撃と分岐攻撃を交互に繰り出し、最後は必殺技で敵を燃やし尽くす。炎は再燃し、剣と刃に継承され熱を帯びた。一瞬で消える余人なんかじゃない。これは人が人である証明。永遠に燃える炎。炎が私たちをつなぎ、長い暗闇を越え、帰る道を導いてくれるんだ。